まあ、オールインワンとして呼んでるんですけど、バッテリー本体を充電する際の、ケーブル、あとこれ iPhone5 用なんですけども、ライトニングケーブルの2つが入っていて、まあ、iPhone を充電する際には、これをもう差し込むだけと。ああ、なるほど、はい、で今度バッテリー自体にもやっぱり充電電気なくなっちゃう時あるんで、その時は今度これをもうパソコンにつなげて、充電するだけと。要は一般的にモバイルバッテリーって、箱プラス USB ケーブルが必要なんですけども、もうそういったものなくてもこれだけで完結しちゃいますよっていう商品になりますね。はい、これも、出荷されてるんですか？これはそうですね、出させていただいてます。でちょっと売りになるんです、セールスポイントになるんですけども、このライトニングっていうのは要は実はこの中にチップセットが入ってるんですよ、でアップルの方で認証してないもの、チップセット例えば今中国でもかなりあるんですけども、使った場合例えば OS をアップデートすると使えなくなってしまうとかあるんですけども、これ全部要は MFI といってメイドフォー iPod と iPhone 取ってますので、そういった心配も全くなく使用していただけるっていうバッテリーになります。これも本当ライトニングケーブルだけが収納されてるんですね。これの場合はどちらかというと薄型になるので、こう持ち運びに便利ということで、ライトニングケーブルのみで、iPhone をこう一緒にポケットに入れるよということで、エナジーポケットっていう名前なんですけれども、薄型でだいたい iPhone1 回充電できるんですね、はい、両